SMN2 は全長及び切断型 SMN タンパク質をエンコードする遺伝子である。SMN2 は染色体 5Q13 に存在する5 0 0ットの逆位重複領域,領域に存在する遺伝子である。この重複領域は最低でも4つの遺伝子と繰り返し要素を含み最高性と結出を生じやすい。この領域の繰り返し構造と複雑さは ゲノム領域の構成を決定することを困難にしている。テロメア側のコピーである SMN1 とセントロメア側のコピーである SMN2 電子はほぼ同一であり、同じタンパク質をエンコードする。二つの遺伝子の重要な違いは、エクソン7に位置する単一のヌクレオチドであり、これはエクソンスプライシングエンハンサーと考えられている。このヌクレオチドの違いにより、 SMN2 遺伝子の80から90%の転写産物が切断型で生物学的な機能を持たない不安定型となり、たった10から20%の転写産物が全長タンパク質となる。SMN1 と SMN2 の両方の遺伝子の9つのエクソンは歴史的にエクソン1に R2 ビット3から8と命名されている。 遺伝子変換現象が2つの遺伝子に関連しており、それぞれの遺伝子のコピー数のばらつきをもたらしていると考えられている。SMN1 の変異は、脊髄性ジー縮小を引き起こすが、SMN2 の変異では、この病気は起きない。SMN2 のコピー数が多いほどこの病気の症状は、軽減される傾向にある。この記事には、パブリックドメインのアメリカ国立医学図書館の資料が、 組み込まれています。ありがとうございます。